マリサさんどうしましょう。なんだまた面倒なことになったのか。今回もレジェンドマップクリアしたから、次も攻略しないといけないのかなかな。いや、無理に進めなくてもいいんじゃね。それじゃあ進めるところまでってことで。岩のり半島リンリン暴風林からスタート。統率力容赦なく食うな。城を叩くまで倍速します。メタルなワンコ以外は全部ゴリラ。私は猿の惑星に来たつもりはないんだけど、ものすごく面倒な相手なのは確かだな。そして湧き出るゴリラ集団、メタルワンコは出てきてから対処しても間に合うので、ゴリラをなんとかしていくよ。今のところはそんなに出てきてないな。このステージは牙を剥くのはここから、時間なのでしょうが、出てくるとき一気に来るもんだから、キャラ出しが間に合わないんだよね。ゴンザレスばかりだな。ご存知の通り突破力は半端ないのと、キャットマンザークの攻撃一発耐えるんだよね。相手は戦士だぜ。超ダメージなのに倒せないのかよ。できればしたくなかったんだけど、ゴリラ全滅作戦開始だよ。いやこれは全滅しないとクリアできないパターンだぜ。ここに来て超ダメージ持ちでも対処が難しいとこに来てしまったよ。ここってこんなにも難しいステージだったんだな。超激レアより大狂乱の強化をして、攻撃回数に物を言わせた方が早いかも。だが超ダメージってことはキャットマンなら1回で12万入ってるぜ。それで倒せないなんてインフレ激しすぎやしないか。面倒なのは確かだけど、何を使っても結果は改善されないなら、うちのエース、パーフェクトに頑張ってもらいましょう。難易度は確実に上がっていくのに、ビーリが少ないよな。ここまで来たら攻略ごとに10万は欲しいよね。さあ最後のゴリラ。ニート生活から脱した気高き中年。さらば、世の中無情だよな。もう出てこないよね。ここは様子見だな。攻略しましたよ。ここまで来ても経験値7万台か。もっと先に進まないと大量には入らないね。イベリコ平野に行くよ。キャットマンが出せるまで倍速。エリザベス56世とヨッちゃんが相手なので、タコツボにも活躍してもらいましょうか。早めですが、キャットマンの登場だよ。いつも遅れて現れる謎のヒーロー。エイリアンに超ダメージなんだけど、だけど強さ倍率 1000%。初めて戦った時の10倍。しかも3体。体力は60万ほどなんだけど、最低5回は攻撃しないと倒せない。一体何なんだろうね。タコツボいなきゃ無理ゲーじゃねえか。いいえ、タコツボのいない時にちゃんとクリアしてるので、何らかの方法で倒したものと思われるよ。クリアできるだけ大したもんだよな。リリース当初は困惑したんだろうね。金欠ステージには違いないけど、無茶しない限りは十分対応できるよ。その分時間がかかるってことだろ。一気に攻撃する手段がない以上、時間をかけるのは必然かと。このステージから敵の強さ倍率厄介なところまで来てるな。今後出てくる新キャラ以外はこれくらいのレベルなんだろうね。この後も攻略していかなきゃいけないのか。新キャラも続々出てくるから、攻略難易度はさらに加熱するよ。射程で勝てるキャラを使わないのか。コストと再生産、攻撃力の面で却下。あとはあのエッチなイカを倒せばここは終わりかな。城もしっかり壊さないとな。今後の攻略でどこが難しくなるか、よく見ておかなきゃね。もうこれ1日にマップの半分でいいんじゃないか。攻略できるうちは全部一気に行くよ。ステージが8あったり、時間を焼けに食う場合は別。次からは倍速しまくろうぜ。まあこれは攻略動画ってより、日記みたいなものだから、それでもいいんだけど。はい。次は亡き砂海岸をやります。毎度おなじみタスクキル。今回は何をしたんだ。お金が貯まってからの速攻。まずがを倒すところから始まるよ。ニャンコンボは進撃の狂乱猫。初期費用で有利にして速攻する。はずだったんだけどハプニング発生。何をやらかしたんだ。その時になったらわかるよ。
大狂乱の島じゃなく半魚人の方が良かったかな。ガを倒さなきゃいけないのが厄介だな。島の攻撃力はすでに現段階の上限。これでノックバックさえ1ならいいのに。さあもうそろそろです。本当はこのまま攻撃力と突破力に物を言わせた速攻だったんだけど、光にやられちゃったよ。ドジだなぁ。この後動けるようになってあと少しだったんだけど。倍速するね。本当は1分ちょっとで終わらせる予定だったんだけど、最初の失敗が大きく8分以上かかったよ。光みたいにたっちゃんか。おまけにハイエナジー。ここってメインで発展しなかったよな。まあ一星のちゃんとした端末だから、仮にミスしても他のキャラがカバーできたから。これからハイエナジーの突破力に負け、押されに押されるよ。お金もないし絶対絶命って感じだな。大狂乱のレベル全てが40だったら楽勝なんだけど、そんなことできるのは課金でもするか、時間をかけてゆっくり攻略するか。残念だけどできるだけ足早に攻略は進めていくよ。普通もう積んでるぜ。島以外に向き足のレベルを30まで上げておいたから、時間をかければ挽回は可能。速攻してミスって挽回ねえ。まあ最初の速攻が決まれば苦戦しなかったんだけど、ここからは倍速で紹介していきます。今回やり直しが多めだけど、昨日に比べたらまだ楽だったよ。カンガルーを適当に攻撃して足止め、コアラッキョが出てきたら本格的に攻撃。ただしこのステージのコアラッキョ 300% に強化されてるので、ムートで一掃は難しかったんだよね。面倒な敵が出てくるな。時間はかかれど攻略は可能。何分狭いステージなので、ウルルンを連れてきたかったんだよね。サンディアがいない理由はこれか。吹っ飛ばしでなんとか後方に追いやりたいのと、はぐれたやつを早めに処理したかったんだ。カルピンチョは倒せたが地味に嫌な敵ばかり出てくるな。ニャンコ砲で一掃できるけど、発射速度が遅いので前になかなか進めないんだよね。覚醒ムートでさえ止めてしまうはぐれたやつ、小物がたくさん出てくるのも非常に厄介。今度は1回で決めたよ。ほんの短い間だけど時間を稼いでお金集め。眉毛取りは 1000%。豚野郎は 6000%。どっちも簡単に倒せない数字です。キャットマンをダークにした理由は、倍率が上がっても、火を超えるの方が倒しにくいから。さあいつもいつも面倒な松黒像だけど、強さは 200% と控えめ。まあそれでも強ダメージを与えられるキャラはいないので、ラウンドガール使えばよかったじゃねえか。一発でやられるよ。早足だけどこんな風に立ち回ったよ。難易度の割に経験値はしょぼいよな。素材はまあこんなものでしょうか。さあラストステージ。武家屋敷を家騒動を攻略するよ。ニャンピュが必要なのか。今回のメインは大狂乱の天空。ただしレベル20。こんなところまで来ておいて。レベル20がスタメンかよ。このステージ、チビブンブンが40体出現するんだけど、強さ倍率 1000% と非常に厄介。ブンブン先生も脅威の 1500%。正直こんなに早くこいつらと戦うことになろうとは、思ってませんでした。後でデータベース見てびっくりだもんな。幸いまだ太刀打ちできるレベル。よきかなを天空が倒したな。これでおしまいです。メインではまず使わない猫奉仕が大活躍。もう使えるものは何でも使えって感じだな。それで攻略できるなら安いもの。本日の成果は、なぜか急ぐ理由があるわけでもないのに、急いでしまうんだよな。チビ海岸がクリアできないのが大きな理由なんだけど、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。もうちょっとゆっくりしたい。日記みたいなものだから、毎日更新が基本だぜ。